そうですね、まあ、目標としていたところはまだ達成できてなかったシーズンだったとは思うんですけど、まあ、昨シーズンよりもいい成績で終えられたことが、まあ、何よりかなというふうに思いますし、まあ、悔しい、シーズンだったというふうに思いつつも、今までで一番いい成績を残せたことは、嬉しく思います。まあ、日本代表としても今非常にいい状態というかいいレベルにいると思うので、まあ、この後ネーションズリーグ、その後パリというふうにあるので、まあ、パリが一番の最大の目標となるので、まあ、そこでメダルを獲得するためにしっかり準備していきたいと思いますし、今いるメンバーが、まあ、一番強いというふうに僕は感じているので、まあ、そのメンバーで、勝てるチャンスも多いですし、メダルを目指して戦う、つもりでいます。まあ、一つ、まあ、手応えあったというところでは、まあ、最後3位決定戦ではしっかりと、自分のパフォーマンスすることができたと思いますし、最後の、試合でも決定率高い状態で一番いい活躍をできたことが、できたので、まあ、シーズン最後にああいうパフォーマンスができたということは非常に自信にもなりましたし、昨シーズンはその3位決定戦で全く体力も残ってなかったというふうに思っているので、まあ、そこと比べると成長できたのかなというふうに思います。で、結果だけ見てみると、まあ、そのプレーオフは3位になれましたけど、コッパイタリアではフルセットで去年と同様に、まあ、今年はペルシャに負けてしまいましたけど、去年はトレントに負けてしまって同じところで終わっているので、まあ、そういったところはやっぱり悔しく感じてますし、プレーオフでもペルシャに、3-1 で、決勝進出を逃してしまっているので、まあ、悔しい思いっていうのは、まあ、持っています。今シーズンに関しては、まあ、僕と対角組む選手がどちら、カジスキー選手、メルカレホ選手、どちらにしろ攻撃がメインの選手なので、ディフェンスのところでチームとしては役割を求められていましたけど、まあ、スパイクの方でも打数も、まあ、僕かオポジットの選手が一番打ってたので、まあ、攻守ともに、球をしっかり拾って攻撃をしなければいけないといったところで、また不運になったというふうに思いますし、まあ、あとは中盤から、キャプテンのマテオ選手が、怪我をしてしまって、まあ、僕がほぼほぼキャプテンコートに入っても、まあ、ユニフォームでキャプテンマークつけることもありましたし、まあ、チームの中心としてキャプテンとしてチームを引っ張るといったところも担ったので、まあ、そういったところは、自分の成長になりましたし、まあ、これだけキャプテンのように戦うシーズンも今までなかったので、まあ、そういったところで成長できたのかなというふうに思います。でも一つだけ、はい、ようやく、まあ、オフにちょっと使うのもオフですけど、はい、このオフでちょっとやりたいこととか、いや、オフはもうまずしっかり休んで、まあ、その後またすぐに、合宿が始まるので、まあ、少し休むことも必要ですし、まあ、合宿に早く入りたいなというふうに思っていて、まあ、早く入らないですけど自分の気持ちはもう、まあ、ネーションズリーグだったりパリっていう気持ちに向かっているので、まあ、とにかく万全の状態で合流できるように、まあ、このオフを過ごしたいというふうに思いますし、まあ、頭の中はやっぱりいつも、まあ、今はもう今シーズンのことは終わったので代表モードになっているので、まあ、その準備をしっかりしたいと思います。ありがとうございます。まあ、このミラノのチームで、ベスト4に入ることがもうほぼ安定して、できていたので、まあ、レベルが上がっている、成長している、4強にもう安定して入れているっていう自覚は持っているので、まあ、その辺は、まあ、今まで積み上げてきたものが今やっとっていう言い方はおかしいですけど、今形になっているのかな、結果として見えているのかなというふうに思っているので、まあ、やっぱりあとはもっと高いところ決勝、行ってしっかり、優勝することっていうのを、目標とするべきだというふうに思いますし、まあ、そこにたどり着くことが一つの、まあ、目標というかでもあるので、まあ、それを達成するために、まあ、これからに向けてやっていきたいと思います。まあ、またこの後パリがあるのでネーションズリーグもありますし、そこで結果を残すことが今僕たちのやるべきことだと思うので、まあ、今そこだけを考えて、過ごしていきたいと思います。まあ、まずアジアの枠として僕に声をかけて、いただいたことは非常に嬉しく思いますし、他にもブルーノ選手だったり、
フランスのブリザード選手だったりリオン選手だったり、まあ、そういう名のある選手たちと共にこういう活動ができるということは非常に嬉しく思いますし、まあ、少しでも、まあ、子どもたちが対象となっていたりもするので、子どもたちに、いろんなバレーボールの機会が与えられるようになったらいいなというふうには思ってますし、まあ、まだ詳しいこれから何をしていくっていう話はまだできてないですけど、まあ、そういった、まあ、日本国内だけじゃなくて海外にもこうやって目を向けてやっていけるっていうことは僕の中でとても嬉しいことだと感じています。まあ、ミラノも今までは日本代表と違ってたかなというふうには思いますけど、まあ、僕の立場とか立ち位置っていうのも代表と同じようになっていたので、まあ、日本代表を少しイメージしつつ、まあ、ミラノでプレーしているときは日本代表のことなんて正直、まあ、全くと言ってはあれですけどほぼほぼ考えてない状況ですけど、まあ、立場は似ているのでそこは頭にはあったので、まあ、日本代表の選手も、まあ、フィジカル面では、ミラノの選手とかと踊ったりはしますけど、まあ、ディフェンス、攻撃、決定率とか、精度っていうものは、間違いなく代表の選手の方が高いので、まあ、少し安心してというか、チームに頼れるところもあるというふうに思っているので、まあ、還元できるっていうことは、まあ、僕の経験とかそういったものが、まあ、大事な時に堂々としていることだったり、まあ、そういうところが還元できるというかチームに与えられる影響かなというふうに思っているので、まあ、今まで、イタリアでやっていたものが代表でも出ているので、まあ、そこは今シーズンやったからといってなんかこれが特に還元できてるっていうふうには思ってないので、今までの積み重ねがこの代表でも、いい影響を与えられればいいなというふうに思っています。今食べたいものとかもしかして自炊されるのか。いや自炊は基本的にはしないのでこちらにいるときは、まあ、なので、まあ、イタリアにいたら基本的には食べられないものとか、まあ、お寿司だったり、まあ、そばだったりそういうものが、まあ、日本では帰ってきたらよく食べるものにはなりますね。はい、まず大前提として僕と高橋藍選手の活躍だけではないっていうこと、全員日本代表の選手全員が活躍して去年もパリだったりネーションズリーグだったりメダルが取れてるっていうことが前提にあるので、まあ、決して僕たちじゃないっていうことと、まあ、イタリアではまあ僕と高橋選手しか日本じゃプレーしていないので、まあ、日本代表のチームを見て、ファンになったと言ってくれる海外のファンの方も多かったので、まあ、それは非常にいいことだというふうには思いますし、まあ、ミラノ、モンザと近い位置で、まあ、お互いが、まあ、高橋選手は決勝進出しましたしいい成績を残せられたので、まあ、海外にとっても非常に日本のバレーボールっていうものが、強いというイメージを伝えられたのかなというふうには思いますし、まあ、もちろん高橋選手も僕も、まあ、他の日本代表の選手も人気が非常に、ついてきているので、まあ、もっとこれから面白い日本代表日本のバレーボールが、見せられるんじゃないかなというふうには思っています。まあ、彼女も初めてのシーズンだったと思いますし大変なこともあったとは思いますけど、まあ、頑張っていたというふうには思いますしチームの中でも、しっかりと得点を上げていたので、まあ、そこは評価できるんじゃないかなというふうには思います。まあ、プレーオフには進出はできなかったですけど、まあ、試合に出続けたという点では、まあ、1年目にしては素晴らしいことだというふうに思いますし、まあ、これから彼女がどういう、まあ、イタリアの国か日本に残るのかは分からないですけど、まあ、彼女らしいバレーボールが今後もやっていければいいんじゃないかなというふうに思います。